米子と韓国のソウルを結ぶ国際定期便。現在は週に3往復運航していて、先月の総搭乗者数4072人のうち、韓国人が2211人、日本人が1802人で、搭乗率 79.5% と好調を維持しています。課題となっていた日本人の搭乗者数については、4ヶ月連続で1000人以上となっています。特に先月は全搭乗者のうちおよそ 45% が日本人と非常に高い水準になりました。一方で南海トラフ地震臨時情報や台風10号の影響で先月後半にかけておよそ80席分のキャンセルがあったということです。鳥取県は今後もSNS や各種割引などを利用した誘客を行うとしています。